モンスタートラベラー第2部、始まるよ。古代人の謎を探るため、スナスターを飛び出したホヨくん。今回は、第2の星、モリスターを冒険です。まずは、中間基地、ST99 でいろいろ準備。レストランで、宇宙食を集中したら、お店屋で、ちょっと買い物。ピヨケアピヨケア？あったあった。あとは、これ。オッケー？ちなみにここでは、コロシアムやコンテストで、自慢のコズモンを競わせることもできます。でも報酬がしょっぱいので、RTA ではキャンセルだ。それじゃあ、モリスターまで出発進行。オッスお願いします。一定。オイゴルア、割り込み免許持ってんのか。うわ、何こいつ。くっそトラブルの予感がするので、一応セーブ。では、気を取り直して、モリスターへレッツゴーです。さあ、別の星への初トラベル。古代人について、何か掴めるでしょうか。ここからしばらく、フライトタイム。暇だし、面白い動画でも見ようかな。こういう時は、やっぱりクッキーでも。あん？なんと、さっきのやべえのは、ドグマダークスでした。彼の名は、マージギレイ。名乗ってて恥ずかしくないの。あ、ハニーさん。あいつとお知り合いなんすね。デニーって呼ばれてますけど。デニー、ドグマダークス。あ、ふーん。冗談だったのに、本当にヤバいバイトしてたのか。ママエは、今は汚物の消毒じゃー。では、マージギレイとのバトル。まず、1ターン目に、アイテムのシールドアップをしよう。これを使うと、しばらくの間、防御がくっそ高くなります。敵はかなりの攻撃力ですが、これがあれば安心。さあ、あとはひたすら引っかくだけ。しばらくお待ちを。ちなみにアイテムは、必ず最初に使用できます。なので、回復とか補助は、アイテムでした方が、確実です。ただ、アイテムを使ったターン、こちらのコズモンは、高校になります。まあ、アイテムについては、こんなとこです。で、バトルの方ですが、なんか、手こずってる感じね。シールドも、とっくに切れてます。早く決めてくれよなぁ。ヤジュちゃん、外しすぎとちゃう？あとちょっとだからさ、頼むよー。やれー？あーん、ひどい。賢さが低いので、仕方ない面もありますが。TP が切れるほどというのは、初めてですね。おなしゃす。ほ、危なかった。ふん、ドグマダークスつっても、大したことねえな。クソザコなめくじめ。牛乳でも飲んでろ。え。しかし、げんなりだのまじぎれだの、変なやつばっかですが。発電所選挙にスペースジャックと、やってることはえぐいですね。ベリルちゃんも、早く助けなきゃ。あと、ハニーさんですが、あれは忘れてあげましょう。さて、いろいろありつつも、無事モリスターに到着。さらわれたペリルを求め、まずは隣の森林町へ。モリスターは、森がいっぱい。普通だな。野良のレベルも上がってますが、全逃げで OK です。着きました。まずは、トレーニング施設へ。マジギレ野郎から、結構お金をもらえたので、それを全部、野獣の育成につぎ込みます。ここから、防御型に進化させるので、メニューはこんな感じ。間に、攻撃を1回挟んでるのは、同じのを4回続けると、効率が下がるからです。うん。これは進化ではなく、変身ですね。バランス型のチピトです。
では、攻撃を一回挟みまして。そして改めて、防御3回。しかし可愛いなぁ。続き行くよ。よいしょ。いいねー。うん。これも変身。防御タイプの、ヘルプトです。まだまだー。いい笑顔してんねー。さあ、ここでのトレーニングも、あと2回。下手くそでちゅねー。この、成功や失敗というのは、完全ランダムです。お、来ましたね。進化の時間です。ランク3、カーボンプト。お前のことが好きだったんだよ。今覚えた、ハンマー投げを、一番上に並べ替えて。さあ、運動の後は、美味しいご飯。食べながら、ペリルの行方を聞き込みすると。ここには、砂漠を行き来する、サンドシップなるものがあるのですが。それもドグマダークスが、絶賛乗っ取り中らしいです。多分、ペリルもそこですね。書き込みに行きましょう。砂漠到着。あ。大発見。逃がさんぞ。乗り込めー。とりあえず、操縦席に向かいましょうか。ここかな？邪魔するでー。うわ、変なやつ。案の定、ドグマダークスでした。じゃあやるかー。聞かねえよ。おら？ハンマー投げは、かなりの優秀技。まあまあな威力に加え。相手は気絶。じゃあ、落ちろ。落ちたな。ハンマー投げは、高確率で、敵をピヨピヨに。ピヨピヨは、数ターンの間、行動不能。さらに、毎ターン終わりに、ダメージも与えます。本 RTA で、プトタイプを選んだ、大きな理由の一つが、このテクニックを、覚えられるからなのです。ここではもちろん、今後も、要所で活躍してくれますよ。じゃあこいつも、ハンマーの餌食にしてやりましょう。それ。お、大丈夫か大丈夫か。こうなると、相手に勝ち目はありません。なすすべもなく、死んでしまいます。では、ミッション開始。まずは船長救出です。ドグマダークスのサンドイッチを、がっつり頬張って。船長のいる2階を、強行突破しましょう。2階にも、下っ端がたくさんいますが、話しかけなければ、襲ってくることはありません。謎の移動パネルに乗りつつ、進んでいきましょう。こいつは邪魔なので、倒します。ミラーマッチですね。当然相手も、ハンマー持ちです。うおやー。よし。ちなみに、こちらがピヨったら、逃げれば OK。序盤は、対人戦も逃げられるのです。しかし、ハンマー投げは優秀ですね。威力もいいし、ピヨ率もいい。中盤までは、この技だけでいけるレベルです。しかも終盤には、ぐっと強い攻撃技も覚えるので、プトタイプは、序盤中盤終盤、隙がないタイプと言えるでしょう。もちろん、丸タイプやメガタイプも、悪くはないんですが、ほら、またピヨった。これほどの技を、ここで覚えるのは、プトタイプだけ。RTA の相棒として、かなりのアドバンテージです。では、残りの一人も料理します。少々お待ちください。ちょいやー。えっけん。さあ、この先が監禁ルーム。あ、船長。ご無事じゃないっすか。当然のように、ボスの撃退を頼まれました。こんな少年に、そこまでやらせるのか。まあいいけど。じゃあ、一旦お外に出たいので、タクシーに乗りましょう。今回は、高TP のハンマー投げを、連発して、
TP 不足による自滅を狙っていきます。あ、もし相手が死にかけても大丈夫です。こうして一時撤退して、そして再戦。これで心置きなく自分いじりに励めますね。やっつけた。そしてやられた。無事、モリリン町に帰還。さあ、次はいよいよボス戦ですが、敵はかなり強いので、こちらも修行を積んでいきます。今回のメニューは、攻撃中心。防御は、もう十分高まったからね。またここからは、賢さも伸ばしていきます。賢さは、命中率と、回避率に関わる能力。中盤以降は、こちらも必要になるので、ぼちぼち上げていきましょう。お、カーボンプト、変身。この子は、ベルボプト、カッパさんかな。相変わらず、細かい仕草や表情が、可愛いですね。さて、残りは攻撃トレーニング。うまくいけば、もう一回変身してくれるのですが。おお、狙い通りの変身。エッジットです。かっこいい。ぶち抜くは、なかなかの威力なので、覚えておきます。それでは、途中で回復しつつ、サンドシップの1階へ。あ、ペリルミッケ。ドグマダークスの目的も、ピラミッダの情報みたいです。ピラミッダは、古代人の首都でしたね。なんで行きたいんでしょうか。ともかくこのままだと、ペリルが調教されそうなので、早いとこ、助け出してあげましょう。さあ来い。では、ドグマダークス幹部、まやかし戦です。野獣にシールドをかけて、そして上に、ハンマー投げ。敵の黄色いのも、ハンマーを投げてきます。だから、先にピヨらせる必要が、あるんですね。そう、こうなるのが嫌だったんです。まあ、その対策として、ピヨケアーも買ってますが。一個しかないし、まだ2ターン目だったし、ここはリセットで。さっきはやってくれたな。もう許さん。今度こそ、先にピヨらせるのじゃ。覚悟。おーん。あ。ああ、もう。仕方ない。繰り返しになりそうなので、回復しましょう。しかし、次に野獣が動くまで、ピヨらずに済むでしょうか。消え。セーフ。次こそは、ナイスー。こうなってしまえば、あとはこっちのものです。今までの機返しを、たっぷりさせてもらいましょう。どやさあ、おまけの方も、しまっちゃおうねー。ふしゃー。少し残した。でも大丈夫。ほらー？ふぅ。ちょっと時間がかかりましたが、まあ、許容範囲内です。そして、ようやくペリルとご対面。自由になった途端、盗みを働くペリルちゃん。卵をかすめ取り、ほよにも一個だけくれました。思ってたより、活発な子だな。彼女のお家は、ジリコンバレーにあるそうです。ピラミッダのことは、何も知らないと言ってましたが、他に当てもないので、尋ねてみましょうか。さて、これでコズモンも2体目です。この子は、本チャートでは、全く使わないので、種族も名前も、何でもいいです。それでは、サンドシップを出まして、ペリルの待つ、ジリコンバレーまで、行ってみますか。おーおーおー。ちょうど、到着のようです。ちなみに、ここで出ると、二度と内部を歩けません。通常プレイでは、取り残しのないように、
クレンダーというものだけは、ボス撃破時点でなくなるので、気をつけましょう。木漏れ日待ちです。用事はないので通り抜けます。うん。うわぁ、なんかめんどくさそう。こっそり離れましょう。あ、見つかった。どうやら、アーチくんのコズモン、クーロンが、拾い食いで、腹痛になったようです。少しでも動くと、ダムが決壊するかもしれないので、代わりにホヨが、お医者さんを呼んでくることに。ここ。すいまっけーん、ホヨですけど。うん、カチカチだって？何やってたんだ、あいつら。と、冗談はそれくらいにして、お医者さん。あ。なんといつぞやの、話せるコズモンです。モラードさんは、コズモンなのを気にして、正体を隠しています。バレると嫌われるんじゃないかと、ビクビクしていますが、自分のことよりも、苦しんでいる患者を優先。よう言うた。それでは、PP コズモンの元へ、ほら行くどう。お待たせ。さあ先生、パパッと治療をなしやす。干潮でもしてるのかな？お、治ったみたいね。じゃあ俺、キャラもらって帰るから。おや？ああ、バレちゃった。しかも、アーチくんが、でっかい声で叫んだせいで、街のみんなにも、バッチリ知られてしまいました。こうなっては、ここでの生活も、もう終わりですね。ほな、また。しかし、出て行こうとするモラードを、皆が引き止めます。長いこと、優秀な医者として、頑張ってきたからね。育んできた信頼の前に、種族の差はないと悟り、モラードも感涙。実際、最近まではコズモンも、凶暴生物扱いでしたし、長生きのモラードが、壁を作ってたのも、やむを得ないところ。でも、古代人とコズモンが、協力して暮らしていたように、すり込みなしのコズモンでも、しっかりコミュニケーションを取れば、いつかは分かり合えるというのが、よく分かりました。さあ、イベントも終わり、やることをやりましょう。やることというのは、毎度おなじみの、トレーニング。ここでは、攻撃と防御を、交互に鍛え、カンストまで行ってしまいます。もしかすると、もうカンストと聞いて、驚かれたかもしれませんが、コズモンの能力限界は、ランクによって、決まっているのです。今はランク3で、限界は150。それ以上伸ばすには、もっとレベルを上げて、野獣を、ランク5にしないといけないのです。さて、限界が来ました。ここからしばらく、賢さ永遠に。お、野獣モン、進化エッジプトが、ユースピトになりました。こいつのナイフ投げは、全体攻撃。命中率は低いですが、うまくいけば、一気に敵を削れます。ではこれで、街での用事もおしまい。改めて、ペリルを追いかけ進みましょう。やってきたのは、おどろ山。そのふもとには、何やら怪しいおっさんが。彼は山田さん。初対面のホヨに、ハイキングの提案をしてきました。12歳の後ろに、ぴったり張り付く中年男性。どう見ても、ただの不審者ですが、先に言っておくと、別に、事案ではありません。なので安心して、一緒に登っていきましょう。登り切ると、いい感じのレストランが、ちょっと、寄っていこうかしら。では、ヒデくんも一緒に、美味しいご飯。山田さんの分はないです。さ、食べ終わったら、隣の自販機でお買い物。
この後のボス戦用に、回復アイテムを少々。オッケー。それでは、向こう側に下山します。ちなみに、野良小相撲狩りは、申しません。ここからは、ボス戦と広いものだけで、かなり稼げますので。ちょっとセーブ。さあ、次の町。なんだー。待っていたのは、またもやドグマダークス。このガチムチ男は、山田さんが目当てのようです。ほっといても良さそうですが、せっかくなので倒しましょう。というわけで、ボス、ダイナッシー戦。まずは、舌をハンマーで気絶。って、なんでやねん。あーもう、1ターン目だし、リセットしようかな。でも、マヤ戦の二の舞になりそうなので、ここは回復。素早さ上げて先制すれば、と思うでしょうが、ちょっと大変なんです。まあ実は、素早さなんか上げなくても、有利に運べるんですが、それについては、次のパートで、詳しくお話しします。とにかく、ダムファイアが怖い上も、ピヨらせまして。さあ、コズモン解体ショーの始まりや。ちなみに、今のダムファイアは、炎属性攻撃。対応する属性を鍛えないと、かなり食らいますが、残念ながら、まだ、属性を上げる余裕はないので、連発されないよう、お祈りしましょう。見事撃破。帰ってレスリングでもしてって、は。なんと、腹いせに橋を破壊。脳筋ってレベルじゃねえぞ。さて、ここはペンシルシティ。ペンシルカンパニーの、起用城下町。なんと山田さんは、そこの人でした。すごい。会社にお呼ばれしましたが、その前にトレーニング。ここではひたすら、HP と賢さを上げます。今後も、さっきのダムファイアのように、属性攻撃に出くわすので、HP を上げて、少しでも、耐えられるようにしたいのです。ちなみに、本来、攻撃と賢さのトレは、防御を下げるのですが、防御がカンストしていれば、下がることはありません。どうやら、カンストというより、ロックされる仕組みのようですね。ちょっとした小技として、覚えておくといいでしょう。上手上手。はい、これで終わり。ぬあん疲れたもん。さあ、山田さんの待つ、ペンシルカンパニーに行きましょう。ここ。ペンシルカンパニーは、トロアスター1の、大企業で、いろんな乗り物を、鉛筆サイズにするという技術が売りです。そして、その開発部長が、この山田さん、偉い。今は、ヘリコプターを開発中だそうです。楽しみー。ちなみに、最初に出会ったロビン君は、ここの社長の御曹司。まあ、彼とはもう会わないので、どうでもいい情報ですが。さて、町の中華料理屋で、野獣たちを満腹にしたら、引き続き、モリスター攻略に行くぞー。というところで、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。